宇都宮城の戦いは、母親戦争の戦闘の一つ。慶応4年4月19日と23日、現在の栃木県宇都宮市にある、下屋国宇都宮城で二度工場戦が行われた。宇都宮藩平をはじめ野州与直氏を鎮圧するために、武蔵国に板橋から宇都宮に派兵された、東山道総督府軍を中心とする新政府軍と、下宇佐国市川の河野台から、 直戦闘地日光病へ向けて行軍中の伝衆隊を中心とする旧幕府軍の間で起きた戦役。この戦いの結果、宇都宮城、二の丸御殿や三の丸の藩士邸宅、二ら山の上社をはじめ、城下の建造物の多くが消失した。日付は、旧暦は、新暦で記す。蕎麦、伏見の戦いで幕府軍が惨敗した慶応四年諸島。 全国で起きていた、A、ええ、じゃないかや、夜直しが上野から部野にも飛び火、下野付南部で起こった農民たちが、庄屋や本人などをぶち壊しながら北上した。同年4月1日、農民集団は、宇都宮城下南部に迫り、宇都宮藩も説得を試みるがこれに応ぜず、3日には、宇都宮城下八和田山に結集、規模は3万人に達していた。農民集団は、 宇都宮城内への突入にこそ失敗したものの、反転して、カヌマやイマイ方面で打ち壊しを続けた。一方、宇都宮藩華老の検診集はこの事態を、板橋の東山道総督府に報告。1日、農民集団が宇都宮城に迫った同じ日に、総督府は宇都宮への救援軍派遣を決定した。翌2日には、東山道総督府軍隊軍艦。 香川慶像率いる、兵200人が宇都宮に向かい、途中かす、壁宿で、下佐流山に新選組が潜伏しているという、法を受ける。至急、有馬東田柄を流山に向かわせ、越谷まで連行されてきた、新選組局長、近藤を勇みに香川は新政府側に下る、要説得するが近藤が拒否、香川らはやむなく近藤を板橋の総督府に送還することとなる。 この後に手に別れ行って岡川が引いて7日に、宇都宮城に入城、日光を巡回するとともに、もう一手である組織隊も途中有機から猛火をめぐり、夜直し騒動は沈静化を見た。騒動後の12日、近藤を捕獲された、新選組の大使と下しもう市川の、河野大々臨時に結集していた、旧幕府側の不評隊、 約2000人は、徳川政権の聖地日光廟で決戦を行うため、北上を開始した。この不評隊は、当時最新鋭の下記を愚しフランス式不評兵術で、訓練された聖鋭伝集隊を中心とし、これに、不評第七連隊や桑名反隊、海天隊、新選組等が参加、軍総監と軍参謀をそれぞれ大鳥圭介と肘方歳三が務めていたとされる。 旧幕府軍は、下唄松戸小金塾で大鳥率いる本隊と、土方率いる別動隊の二手に分かれ、宇都宮城を東西から攻撃するため、それぞれ下付見部、鹿沼マ及びモーへと向かった。大鳥隊は十五日に、下唄古川の初川まで進軍。翌十六日には、下唄国内で新政府軍と接触。これを尻避けて、勢いに乗ってきた神小山塾で、 宇都宮から南下してきた新政府軍、香川隊と交戦し、最新兵装と最新兵術を持って、これを配送させた。当初入る予定であった三部には、すでに新政府軍が駐留していたため三部通り、飯塚塾で、反転、18日に、栃木に入り、翌19日には、カヌマへと転身した。一方の旧幕府軍別動隊は、松戸小金塾から三塚海道。 下妻、下立を経て、19日には、猛家付近まで進軍していた。また一方で、旧幕府軍の動きにこうし、合津藩の藩士、藩平が、下付国内高徳藩領や日光山領、宇都宮藩周辺にまで進出、各所において静かに活動を起こし、宇都宮周辺の治安は、一触即発の状態が続いていたとされる。この勢力には、 では省内藩を目指して、江戸を発した旧幕府の政府評隊の一部、つまり後の小規執隊もあったという。これらは、宇都宮中北部周辺に散在する山々に、陣取って、新政府軍の北上を偵察、牽制し、宇都宮城の落城と共に、合図に撤退したと言われている。こうした旧幕府軍の動きに対し、新政府軍は、前日の十八日、 小山での敗戦後に、宇都宮へと帰還していた、香川大百人と、全宇都宮藩主、戸田忠弘率いる宇都宮藩兵300人、救援に駆けつけた烏山藩兵100人の警人とが、宇都宮城の守備を固める一方、東山道総督府軍が、宇都宮城工場船に向け緊急を派遣した、鳥取藩、土佐藩、松本藩の各藩兵が、下宇佐古川に、薩摩藩、 長州藩、大垣藩の各藩兵が同さってに進軍してきていた。肘方と静を率いる旧幕府方別動隊は盾沼村の満腹寺に陣を置き、19日未明、1000人余りが新政府軍主戦力が配置される街道を避け、関道を通って宇都宮城を目指した。午前4時頃、肘方らは砂田村に到達。 砂田を守備する彦根藩正隊を吸収した。宇都宮城救援軍の彦根藩兵ではあったが、先の大山の戦いで惨敗し隊長を失った。記憶から士気も上がらず、やがて城内に撤退した。彦根藩兵を退かせた旧幕府軍は勢いに乗って宇都宮藩主力の一番隊が備える柳瀬の背後に、進撃、旧幕府軍の精兵が、 フランス式兵術をもって最新兵器を操るのに対し、折からの領内一機を鎮圧するため疲弊している、宇都宮藩兵は、部具も旧式の下機装備しか持たず、前線はしたがやがて、宇都宮城内への撤退を余儀なくされた。撤退の際、新政府軍側は、田川を渡す橋を破壊しなかったため、旧幕府軍は難なく、宇都宮城下に押し寄せた。 か方らは道すがら庄屋など、豪農の家に火をつけながら進軍。折からの南東の風で、火は、宇都宮城下に広がった。昼になると、城下に放った火と共に電州隊、第一大隊と海天隊は、城北東側から、桑名半兵と新鮮組は、城南東側から攻め寄せた。か方らは、柳瀬橋を突破し寺町にも放火した。この際、 英元寺の栗に軟禁されていた江戸幕府元老中、板倉勝基を救出。板倉は、この後函館戦争まで旧幕府軍として、共に、母親戦争を戦うこととなる。寺町、甲冑屋敷を焼いた旧幕府軍は、宇都宮城中川ラ門、下川ラ門に迫るも、宇都宮藩軍事奉行の戸田三左衛門や、半道の中島東九郎らが率いる宇都宮城守備隊の、 火器により数名の戦死者を出し、簡単に近寄ることができなかった。回転隊も今、工事門を攻めていたが、その戦いの中で隊長の相馬佐金吾が、宇都宮藩兵の放った銃弾に倒れた。下川藩門付近では、壮絶な攻防戦が続き、宇都宮藩士、藩兵側も十数名が命を落とすこととなった。幕府軍と新政府軍は、上南部の竹やを挟んで、 衝突、白兵戦となったという。旧幕府軍は三の丸藩指定にも火をつけ、宇都宮城下の火は風に煽られて燃え広がった。二の丸御手にやその遥か北にある二ら山の上社も、被弾、宇都宮城下の非戦闘員も流れ玉に当たって、負傷するほどに銃弾が飛び交ったと言われる。午後二時になっても、兵数、兵装ともに劣る、新政府軍は、旧幕府軍を、 宇都宮城から撤退させることができなかった。宇都宮城北側の峰明神山に座し、城下町を見下ろす二ら山の上社には、朝から宇都宮城下の戦闘を見物する民衆が集まったが、昼には旧幕府軍方兵の最新式の三宝が着弾するようになり、やがて旧幕府軍が押し寄せ民衆は逃げ去った。間もなくに荒山神社は旧幕府軍に占拠され放火により、 国煙に満ちたと言われる。また、城内の火の手も衰えを見せず、その火炎により気打ちは視界を遮られるほどの勢いであったと伝えられている。この消耗戦の最中、新政府軍は一定の決断を下す。東山道総督府参謀の有馬東田は、目の前の小敵から、宇都宮城を守り切っても城の北西方面に迫りつつある、大鳥本体や合図藩平。 小吉先隊の攻撃から、宇都宮城を守りきる余力を温存できない。このまま兵を消耗してでも城を死守するのではなく、一度兵を収めて撤退し、すでに下付け南部まで進軍してきている、東山道総督府救援軍の精鋭と交流した上で、新規一点、宇都宮城を奪還する戦略を取る方が有利と、香川に進言した。香川はこれを入れ、 新政府軍は、宇都宮城を出て、一旦南方へ撤退することとなった。新政府軍側はまず、戸田忠弘を、宇都宮城から脱出させ、加労の藤田左京以下半死50人がこれに随行した。忠弘一行は、一旦、二人山の上社社家当主である、中里先祖区の下で、身支度を整えた後、宝木、新里と北上した後に、 親戚筋の立林藩主秋元霊長のもとへ向かったという。次に、香川ら東山道総督府軍が古川に向けて出発最後に残った戸田三左衛門や謙信州など、宇都宮藩幹部は二の丸御殿に火を放ち夕闇に紛れて白を離れ子が立林に向かった。一方の旧幕府軍も夕刻となったため朝から長時間にわたった戦闘を収め、 本人を敷いている、竹沼方面に撤退して宿営した。こうして第一次宇都宮城工場戦は終結した。その日、宇都宮城下の火炎は夜通し消えることはなかったという。木内の建造物は、犯行の修道館など一部を除いてすべて消失した。城下は放火され、二ら山の神社も、本殿を、はじめほとんどの社殿が全焼した。たら山の神社の宝物は鮭により、 城外の平野神社に移されたため戦火からは逃れた。城内には首のない遺体や胴体から落ちた子球が数個転がっていたと言われる。この際の宇都宮藩平の戦死者は10人で、そのうちの一人は15歳の山本松三郎であったという。この日、旧幕府軍が下川ラモンに迫る際に戦闘中の一人の旧幕府側兵士がその激しさに耐えられなくなり、 敵前頭部を図った。これを見た隊長の肘方はこの兵士を切り捨て、退却する者は誰でもこうだと言い放ったという。また出陣前の盾沼の満腹孤児門前では、絹川を下ってきた黒羽藩石膏数名が、旧幕府軍に捕らえられ、引き出されていた。この石膏たちを肘方は、自らの刀で斬首したという。こうした土方の振る舞いは、 旧幕府軍兵士に指揮官への恐怖の念を抱かせ、箱館において、味方から肘方が撃たれる原因となったとも言われる。宇都宮城が旧幕府軍側と交戦し炎上しているの方は、カヌマに進軍していた本隊の大鳥にももたらされた。行軍中の大鳥らは、東方の空に黒煙が立ち上ったのを目撃しており、別動隊が宇都宮城を攻めたことを、 当日の早い時刻に知っていたとも言われる。戦闘翌日の20日、大鳥隊は本隊を宇都宮に向けて進軍させ、途中新政府軍と接触することなく、宇都宮城下に入った。これにこうして、肘方ら別動隊も宇都宮城に向かった。もぬけのカラーとなった宇都宮城に入城した旧幕府軍は、焼け残った米蔵から3000秒、本丸倉庫から、 金三万両を見つけたという。大鳥らは、消失を間逃れた、修道館及び三の丸の過労判定を本営とし、一方で城内に残された両末を焼け出された、庶民にも分け与え、城下の庶民に乱暴な行いをしないよう兵士たちに、触れを出している。先の小山の戦いで敗北したのを受け、東山道総特府は18日に、川田作馬率いる救援軍の鳥取判兵と、 土佐藩兵計500人を宇都宮に向けて派兵、川田隊は20日に、三部城に入った。また、川田隊に先立ち、18日には、伊地地政春率いる救援軍の薩摩、長州、大垣藩兵計550人、20日には、大仙安家率いる救援軍薩摩、長州藩兵を、派兵、さらに3日後の23日には、総督府参謀。 板垣大介自ら春小隊を呼び、土佐藩兵を派兵する。宇都宮城を明け渡した宇都宮藩兵は、縦林へ、香川らは、小賀へ入った。献信衆は早川で、板橋に向かい、宇都宮城の天末を、東山道層特府へ報告している。三部城に入城した川田隊は、直ちに、宇都宮と三部を結ぶ環道を封鎖すべく、安塚の姿川ヨ橋付近に陣を張り、 鳥取藩兵及び、土佐藩兵を派兵した。一方、宇都宮城の旧幕府軍は、江戸を後発しすでに、三部周辺や今市周辺に進軍してきていた、長倉新八ら新選組や愚城藩兵及び、正気先隊、そしてゲアに侵入していた藍津藩兵と連携して、三部城攻略を企て、21日に宇都宮城を出発 翌22日未明に新政府軍や鈴鹿陣地に総攻撃をかけた。連戦連勝の旧幕府軍の勢いは猛烈で、精鋭であるはずの川田隊は退散を余儀なくされ、一時は安塚を占拠した旧幕府軍であったが、折からの豪雨で兵の疲労がかさみ、安塚敗北の法を受けて、未武将から撃って出た川田自ら率いる鳥取藩兵の反撃にあって、 姿川対岸に撤退した。さらに、東山道総特府の追加派遣の救援軍が、三部城に接近している方を受け、旧幕府軍はやむなく、宇都宮城へ撤退した。安塚の戦いが起きた22日午後、有馬東田、大仙安家及びの津七次が率いる、東山道総特府救援軍、約250人が、三部城に入り、救援軍戦見隊の川田隊と共に、 翌朝の宇都宮城奪還戦を決定する。23日創業、前日の旧幕府軍勢との戦闘で全約550人の手勢の3分の1から4分の1にあたる約100名の死傷者を出し宇宙の戦闘で疲労困憊していた川田隊を残し、有馬、大戦、のつが率いる戦法が宇都宮城へ向けて進軍した。 一方の旧幕府軍も前日の戦闘で多くの死傷者を出しながらも、早朝から、未武道の要所要所に、不評正体を廃止、宇都宮城下では、二良山の上社に、不評第七連隊、西の丸には伝習隊を廃すなど、未武道から攻め上がってくる、新政府軍を擁撃する準備を着々と整えていた。その際、旧幕府軍に抗する合図判定や祝いの戦いで、 破れ日光病に向けて北上してきた不評体も溶撃体に加えた。午前9時、宇都宮滝谷に迫った新政府軍大戦隊は滝のお神社を守備する旧幕府軍に砲弾を浴びせこれを退散させた。勢いに乗った新政府軍は六道口及び新町でも旧幕府軍を火器によって敗走させ、次々と宇都宮城の西側へと攻め寄せたが、 逆に西の丸二陣を敷いていた白守備隊の、練習隊の猛烈な反撃に遭い、滝の王神社付近まで押し戻される。その最中、薩摩藩兵隊長の井上家門が戦死、軍幹部の野津と有馬が負傷している。兵も約三十人の死傷者を出した。大鳥は後方にも軍を回し、新政府軍を包囲、後方の市長隊から両末や弾薬を奪うと共に兵をか乱した。 午後3時前、岩井の戦いに釘付けにされていた、伊地地正春率いる新政府側救援軍は、岩井の戦いを収め、勇気から、急行、城南側から、宇都宮城に攻め寄せた。また、二部城を後発した土佐藩兵も合流し激しい、戦いとなった。この戦闘で、松が、峰門を守備していた、肘方都三が足に銃弾を受けて、負傷、戦線を離脱する。 また、新政府軍の砲兵隊が、城西側の延命院及び、京林寺に三方を並べ、二人山の神社や宇都宮城を砲撃。旧幕府軍は結局多くの犠牲を出し、八幡山方面から日光山に向けて退却した。宇都宮城を奪還した、伊地地、大山らは、宇都宮城内の修道館や過労屋敷を本営として宿営し、城は過労、家老 戸田三座へも二匹渡された。五月七日には、大津に抑留されていた、藩主、戸田忠友が、帰還。五月十九日には、全藩主、戸田忠広も帰乗し、宇都宮藩の政情は安定化した。忠広は、急な病で9日後の28日に22歳の、若さで急成。宇都宮藩は、忠の友の下で、軍政改革が進み、不評体は、 小隊11隊に再編され、砲兵隊も設けられた。宇都宮城は、藍津戦争や、北関東政情安定化のための政治、軍事拠点となり、明治期には、東京賃台第四軍営の本営が置かれることとなる。宇都宮城工場戦の終結後、新政府軍と旧幕府軍間の攻防の部隊は日光に移る。旧幕府軍は、徳川将軍家の聖地である。 日光病を背景に日光山に陣を張る。一方の新政府軍は宇都宮城を合図戦線の拠点として確保、宇都宮藩もその一部隊として下付国内から合図方面まで転戦することとなる。その後、新政府軍は旧幕府軍と今市付近で交戦、日光山での戦いを前に前哨戦となる。しかし、日光山層が新政府軍に 戦役回避の嘆願を申し入れてきたため、司令官、板垣大助は、旧幕府軍に死者を送り日光山を下る、よう説得。折から、旧幕府軍では負傷者も増え、兵の疲労も増していること、また物資も不足してきたところであったため一旦、日光山を降りて、合図に向かい、合図の地で再度決戦を行うことを決定。日光は戦火を免れた。このことを称え、 心境のたもとには、現在も、大きな板垣大助像が建てられている。破壊された二良山の神社は、その後明治新政府によって復興され、社格も一時は外された、国兵社に復帰された。また、宇都宮城下の戦いの戦没者を弔うために、旧幕府軍側、新政府側ともに、市内の寺院を中心に戦没者母碑や霊碑が建てられ、供養された。 当時24の寺院に石踏みがあったと言われており、現在も栃木県五国神社や六道付近の法恩寺、一光寺、清澄町の経輪寺などで祀られている。明治維新の際に幕府兵練習隊が有していた火器の性能は、当時の日本の各班が標準装備していた銃より射撃間隔が短く、また射程距離も倍程度あったと言われている。ありがとうございます。